市島県四4月21日は、日本のジャーナリスト、衆議院議員、文化事業家、追筆家、早稲田大学初代図書館長。郷和春長。1933年頃の市島県吉安政7年2月17日、越後国北館原郡水原に、各市市島家5代目、直太郎の長男として生まれた。幼名は、雄之助といい。 これは病弱のためや渡具より一時的にもらったものである。後に郷土の英雄、上杉謙信にあやかって謙吉と改名した。一時負けは丹波国発祥で、慶長三年越後に移り、商業で財を成した豪農一族で、隠し家は宗家三代目、旧江門の次男次郎吉から始まる筆頭文家である。明治二年には、 越後府判事に任命された前原一世が一島家の離れに宿泊したこともあった。また、一島大会等文人を排出する家柄としても知られていた。文化資本に恵まれた賢吉は幼少より英才教育を受けた。明治3年水原県立工業館で星野久氏に漢学を学び、翌年新潟学校に入学して英語を学ぶ。明治7年上京して、 東京英語学校に入学した。明治11年東京大学文学部に入学、高田さなえ、坪内昭陽、山田一郎、有馬長尾、天野ため雪、福井彦次郎、正木隆人と同級となり、後の足がかりとなる人脈を得た。在学3年時に、父の養蚕事業が失敗し、おじ、泉岩尾吉に援助を受けるも、結局翌年に中退。小野の,ので、 郵便機船、三菱会社運賃課長を4ヶ月務めた後、明治14年の政変でケアしていた、大隈重信につき、小野氏党と立憲改新党の設立に参画した。同年、内外政党事情を発刊するが、翌年に廃刊。越後に戻り、高田新聞を立ち上げ、論弁を振るった。この時、上杉謙信の居城家菅山次郎にち、同年新潟で起こった、 高田事件を批判する記事で改正し、明治18年出国、おじ、泉新平のやめゆきと入籍、東京専門学校で政治学を教えた。翌年新潟に戻り、新潟新聞に参加、大道団結運動反対の論人を張り政治、活動を続けた。明治23年衆議院、第1回衆議院議員総選挙新潟2区に、立憲会新党から出馬し、 大道団結派の単語忠平、ら、加藤勝也に敗れ落選した。読売新聞社に入社、翌年、高田さないを次主筆となる。第二、三回も出馬するが落選。明治二十七年十月、第四回衆議院議員総選挙で、立憲改進党から出馬しよう約初当選が叶う。以後三期務めた。明治三十一年の風邪を契機に体調が悪化。 明治34年新潟で入浴中に確決し、ついに衆議院議員を辞職、政治活動を断念した。高田さないの勧めによって、東京専門学校図書館長に就任、翌年、小野あずさの医師であった東京専門学校の私立大学改祖が実現し、早稲田大学初代図書館長となった。大正6年早瀬田騒動で辞するまで初代早稲田大学図書館長として、 和漢用の蔵書の拡充に奔走した。大正4年には、大熊白講演会会長となって、大熊重信の晩年の政治活動を支え、大正11年の大熊死去の際には、葬儀委員長も務めた。明治36年日本文庫協会を設立、初代館長、第1回図書館事項講習会を行い、日本の支所制度の乱章となった。大日本文明協会、 国書観光会、日清印刷等にも携わり、印刷業界でも精力的に活動した。晩年は随筆も多く執筆した。昭和14年に脳一血で倒れる。昭和19年死去。翌年の東京大空襲で牛込区東五県庁の居宅は全焼。家督は次男のボルが継いだ。生誕150年にあたる平成22年。 早稲田大学中央図書館前及び、柴田市一島邸に銅像が設置された。ありがとうございます。